暑いよね。暑くて暑くて、特に風呂から出た後は暑いですな。少し体が冷えるまで酒でも飲んで待ってみましょうかね。多摩の名酒、河川の純米酒。純米酒、これは生貯蔵酒だね。うまいね。米の甘みとまろやかな口当たりがあって。ああ、それにしても熱いな、もう。まあ、これからどんどん暑くなっていくぞ。どうするよ。困ったもんだね、本当に。それから次はこれだ。次はね、これも、これ、玉島。八重の、八重桜。玉の八重桜っていうやつですね。あ、ちょっと色が黄色っぽいね。ほら、色がちょっと黄色っぽいでしょ。あー、純米酒だね。純米酒はうまいね。甘みが優しい口当たり。こっちも純米酒、これは生貯だよね。これは精米具合 60%。 これいい作りだね。こっちは、まあ普通の純米酒、火入れしてるやつかな。精米部合 70%。 はあ、東京のお酒もね、美味しいんだよ、本当に。皆さん飲んでみてください。東京にはいろんな酒蔵がありますよ。沢の井、河川、紀州、千代鶴、玉島、東村山の方行けば金婚っていうところがあって、23区内には丸島三目があって、八王子の方に日の出山と桑の都があって、神鶴っていうのは府中の方にあって、そのぐらいか。あと言い忘れたのがあったかな。まあいろいろあるんですよ。どこもうまい、東京のやっぱね、東京の酒はだから東京の人たちの酒なんで、東京の人の、そうだね、食べてるものと一緒に飲むと合うようにできてんだよね。それぞれの蔵はそれぞれでまた持ち味があって、辛口のがあったりとか、うま口のがあったりとかありますけども、だから一概にどういう酒っていうのは言いにくいですが、まあ東京のとの食い物に合うように考えられて作られてるっていうことなんでしょうね、多分。熱っ。はい、終わりです。もう今日は寝ます。
はい、おやすみなさい。